トルコグロサリー、グロッサリー、グローサリーグロサリー、もしくはグロッサリー、グローサリーとは、昼食主体の食料品、生活雑貨、日用品などを総称することは、また、転じて、食料雑貨店のことである。食料雑貨、食品雑貨などと訳す。日本では、馴染みの薄い概念だが、英語圏では、日常的に用いられている。日本の流通業界などにおいては、 グロサリーに生鮮食品は含まれない。冷蔵を要する食品をチルドグロサリーと呼び、冷蔵を要しない食品や雑貨はドライグロサリーと呼ぶことがある。単にグロサリーと表記した場合はドライグロサリーのことを指すことが多い。リトアニア語にはベイコルジャという単語が存在し、これは英語ではグロウサリーと訳される場合もあるが、厳密には茶、砂糖、 コーヒー、小麦粉などの粉、ドライフルーツといった消費前に、調理の必要がある食品の総称である。ロシア語にもというリトアニア語とほぼ同じ、概念を指す、明らかに同系統の語が見られるが、その語源はトルコ語や、さらに遡ってアラビア語で、食料を品象を表す言葉に求められる。参考、現代トルコ語ばクル参考、マーティシンクやバッチと、 ビクトリア、ヒパクレン、コンサイスディクショナリー、リトアニアン、イングリッシュ、イングリッシュリトアニアン、ニューヨーク、ヒパクレンブックス、ISBN 97807818015158、ライオトゥーベコルボースゾーディナズ、アレクトロニニツベリアンタス、リダクターイコールジャ、ガートルーダノックティリン、ジョナスポーラウスコス、リッチとパトロキン、ビトータスビトクースコス、ヨランタザバースカイテ、 ビリニュース、ライオトゥーベー・コルボース・インスティトゥータス、2005、http コロンスラッシュスラッシュ www.lkz.lt.isbn9986-668-98-0、イゲタサダヨシ編。コンサイスロア辞典、第5版賛成堂。ISBN978 から4から385121185。ありがとうございます。